大草城は長野県上稲郡中川村にあった日本の城。跡地は大草城市公園として整備されている。大草城は大鹿村中川村大草を所領していた大鹿村大河原城主、高坂構想の重要拠点として南北朝時代初期に築城されたと推定される。高坂構想は南北朝時代南朝方五代醐天皇の 第八王子、宗永親王を大河原に迎え、手厚く守護した。宗永親王の大河原重は、理科集より1344年頃である。宗永親王は、大河原を拠点に、幾度もの作戦行動を起こしているが、南朝方の勢力は振るわず、34年を山里大河原に占拠した。南朝方の大草城は、天竜川東岸に位置し、西岸に位置する。 北朝方の船山城主片桐氏、本郷城主飯島氏等の豪族と対峙し、軍事的、経済的に最重要拠点であった。大草城は、1581年、小田軍の稲進行以後に廃された。1591年の大草郷県地町には、二十歳として記載されているので、高坂氏は、高僧の孫、宗久の代に機能したと推定される。百七十七年、 中川村の史跡に指定され、1982年、大草城市公園整備計画が決定され、1993年に完成した。1985年の発掘調査で、外堀は本丸を起点に、東西北に実在していたが、本丸周辺を2から3メートル切り崩して埋められていることが判明した。自然地形を利用した平山城跡の大草城市を、 中心に1993年に大草城市公園として中川村にて整備された。年間を通じ雄大な中央アルプスを景観できる。特に春は200本以上植樹されている桜の花が残雪の中央アルプスを背景に絶景ポイントになっている。大草城市公園に関するカテゴリーありがとうございます。